はい、どうも買取チャンネルです。今回は1896年に発行された記念切手、日清戦争勝利記念切手について買取相場や概要を紹介していきたいと思います。この動画では前半に切手の概要について、後半に買取相場を紹介していきたいと思います。日清戦争勝利記念切手とは、1896年に発行された、日本で2番目に発行された記念切手で、日本が日清戦争に勝利したことを記念して発行された切手です。この切手は日本で発行された切手の中で初めて図柄に肖像画が採用された切手としても知られているんですけど、当時使われていた印刷方法では肖像画を印刷することは非常に困難でした。肖像画を忠実に再現するためにも、印刷方法は従来の日本切手とは異なる彫刻黄斑印刷という特別な印刷方式が採用され、紙もこれまでとは違う用紙が採用されています。日清戦争勝利記念切手に印刷されている肖像画の人物は、アリス川宮と北白川宮の2人で、2人とも2線と5線の2種類の額面として発行されていることから、計4種類発行されています。5線は青色、2線は赤色インクが採用されているので見分けることは簡単でしょう。ではそんな日清戦争勝利記念切手の買取相場について紹介していきます。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。日清戦争勝利記念切手の買取相場ですが、投稿時点の取引事例を確認する限り、4種類とも500円前後が買取相場の基準となってくるでしょう。おそらく多くの買取業者から提示される買取相場はこれくらいだと思います。一方で切手自体の価値から考えてくると、買取相場も5000切手であれば5000円前後、2000切手なら2000円前後まで期待できるでしょう。ここまで買取相場が異なる理由なんですけど、買取業者が持つ販売経路の違いや、あとはモラルです。日清戦争勝利記念切手の買取相場については以上です。買取相場は状態によっても異なることから、正しい価値を素人が判断することは困難ですので、もし見つけた場合には専門家に無料査定の依頼などをして相談してみることをお勧めします。また切手は保管状態によっては劣化する可能性がありますので、見つけた際には丁寧な保管を心がけることをお勧めします。最後に日清戦争勝利記念切手をネットで売却することについての可否についても紹介します。正直に言いますと、売却価格だけで言うと、買取に出すよりも自分で出品した方が高い価格で売ることが可能です。なら自分で売却した方がいいのかと言われると、日清戦争勝利記念切手であれば全然ありと言えます。ただしコレクターアイテムは状態の判断が基本的に難しいので、正しい価値で出品できるかという問題が残っています。当然下手な出品をしてしまうとトラブルに発展する可能性がありますし、適正価格で売れなかった場合は手数料を考慮すると、結果としては買取に出すよりも利益が下がってしまう可能性もあります。なのでネットでの出品方法を心得ていて、適正な情報を伝えた上で出品できる自信があれば自分で売却した方がいいとも言えるんですけど、そういった自信がなければ買取業者に出した方がおすすめとも言えます。その点を考慮した上でネットでの出品は検討するのがいいかなと思います。以上が日清戦争勝利記念切手の概要や買取相場についてでした。この動画の情報は切手カタログやフリマやオークションサイト等における取引事例、スタンプ買取 .net という切手買取情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、他の切手についても知りたければそちらも参考にしてみてください。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。